はい、どうもこんにちは、ハルバード共和国です。今日はですね、いろいろ購入品紹介をしていきたいと思うんですけれども、具体的にはですね、ちょっと時間が経ってしまったんですけども、5月に発売された、メインラインのね、ホットビルのメインラインの、購入品紹介と、それだけだとねちょっとつまらないので、前回のね続きですけども、4月の後半から5月いっぱいに買ってきたものの、紹介をしていきたいというふうに思います。はい、では早速やっていきたいと思うんですけども、まずはね、4月の22日にワッツというね100円ショップの方で買ってきたものになります。はい、こちらですね、立体パズル戦闘機という名前の、はい、戦闘機になります。でスケールは165分の1ですとかね、125分の1ですとか、ちょっとね、トミカ等としてはちっちゃめのものになるんですけれども、はい、こちらね3種類を買ってきました。ラインナップはねこの8種類になるみたいなんですけども、自分が行った店舗では、この3種類しかね、なくて、なかなかね他の店舗に行っても見つけられないという結構レアな商品なんですかね。ちょっと今では絶版気味なのかもしれないんですけども、こういったねおもちゃが、他のね100円ショップで見ないようなおもちゃがねあったので、こちら購入してきました。続いては同じくね22日ドンキホーテに行きまして、こちらですね、トミカギフトの、110番警察車両 &DVD セットを購入してきました。ちょっとね、新しいトミカギフト等が出てきまして絶版気味なんですかね。はい、Amazon 等では新品でね買うのはちょっと難しそうだったので、他のね、Amazon 公式じゃなくてね、他の方から買うことはできるんですけども、はい、ということで、一応ね、ドンキで安くなってましたので、ドンキホーテの方で購入してきました。はい、持ってない方はね、お早めに買われた方がいいのかなというふうに思います。で、同じ日にですね、バースデーの方に行ってきまして、こちらのチームトランスポート買ってきました。これ結構前からね、あると思うんですけども、ちょっとね、何度かスルーしてきたんですけども、ついにね買ってきたという感じになります。またね新しい種類のチームトランスポートが出てるみたいなので、はい、気になる方は行かれてみてはいかがでしょうか。続いて24日なんですけれども、ホットウィルのねホットピックアップスが発売になっていたかと思います。皆さん買われましたでしょうか。はい、僕はですねこちら箱買いしましたので、当日はね店舗スルーしたんですけども、なかなかね入荷数も少なめだったなという印象はありますね。はい、まだねこの金額で、10台セットなんですけども、この金額でね、箱買いができるみたいなので、気になる方はねお早めにという感じかなと思います。で店舗ではですねこちらを買ってきました。ミニ GT のアベンタドールのね黒金のやつですね。はい、値段もねちょっとお高めでしたけれども、はい、こちら購入してきました。はい、で25日ですね、セカンドストリートの方に行ってきまして、こちらをね購入してきました。はい、まずはねトミカショップオリジナルのスバルサンバー販売移動販売車ですね。はい、ちょっとね箱の状態あんま見ないで買っちゃって500円だったんですけども、いいかなという感じでしたね。はい、もうちょっとね箱の状態とか見ればよかったですけども、はい、こちら500円と、それからこちらですね、こちらがメインだったんですけども、ロードレーサーズの、ミニですね。はい、ピンクサンダーミニマウスということで、これだけ持ってなくてですね、結構中古だと高値で取引されているものになるので、はい、なかなか買えずにいたんですけども、900円でね、買えたので、はい、良かったかなというふうに思います。ちょっとね、このシリーズはもう完全に絶版のような感じになってますので、集めるのはね大変だと思うんですけれども、はい、これでね一応、キャラクターものはコンプしましたね。はい、ちょっとトラック系は、いいかなというふうに思っているんですけども、全部でね10種類ぐらいあったかなと思うんですけど、それね全部コンプできたので、良かったかなというふうに思います。で続いてはですね、5月1日ということで、いよいよねホットウィルの発売日だったわけなんですけれども、僕はですねトイザラスの方に、開店55分前ですね、9時5分に到着しまして、その時点で14番目という感じでした。
まあゴールデンウィークだったこともありましてね、結構人が並んでましたね。で、計24人ということでした。はい。で、入荷はというと、72台の箱が2箱のみということでね、まあ僕自身ね、単品販売予約してませんでしたので、結構ね諦めてましたね。はい。ただ、一応ですね、ライジンの方がね、まあ、単品販売だったということもあって、14番目だったんですけども、まあ、僕の時点でラス2ということで、まあ、なんとかね、はい、ゲットすることができました。はい。まあ、単品販売だったので14番目でもね買えたということで、まあ良かったかなというふうに思います。はい。で、まあ、あとはねレゴの謎書ありましたよね。はい。スモールブロックでしたっけ。はい。まあ、そのあたりも本当であれば欲しかったんですけれども、まあそういう謎車、単品販売じゃない謎車の方がね、人気という感じになってました。はい。ということで買えずということだったので、2巡目はですねこちらを、ゲットしました。ビッグエア、ベルエアの赤いバージョンですね。はい。まあ、これも絶対欲しいというわけではなかったんですけども、まあなんとなくね、やっぱ少なかったですねこれも。はい。単品販売じゃないものはもうとにかく少なかったという感じでしたね。で、続いて、まあそれ以降はね正直まあ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 という感じだったので、はい、ベントレーですね。はい。コンチネンタル GT3 を買ってきました。で、英語のねカード貼りですね。はい。こちらを狙ってゲットしました。続いてこちらですね。はい。ジャガー F タイプ、まあ、これもあまり人気のない車種、まあ、色だと思うんですけども、こちらもね、はい、英語のカードを狙って買ってきました。はい。で、続いてこちらの謎車ですね。はい。まあ本当に謎車はもう基本余るものなんですけども、まあ、やっぱりね、入荷がとにかく少ないということで、単品販売もないということで、はい、割と、まあ、争奪戦ではなかったですけど もちろんね。はい。まあ、これ買ってる方もいまして、もう店頭にはね、ないという感じでしたね、トイザラスではね。はい。はい。で、もう結構もう買うものが、いよいよもうない感じだったので、はい。プリリュードね、買ってしまいました。もう結構、3代目かな。これで3代目になると思うんですけど、はい。英語のね、カード貼り、まだ手に入れてなかったので、購入しました。はい。で、同じ理由でですね、はい、こちらブロンコも、英語の、ね、カード貼りを狙って、はい、買うという感じでした。はい。続いてこちらですね。はい。これなんで買ったんだろうなっていう感じですけど、はい。まあ僕は結構好きな車種なので、まあ色もねいいですし、はい、不人気車だったんですけども、ゲットしました。ちょっとこれ何台もあるかわかんないんですけど、結構買ってる気がしますね。で、あとはね日本語のカード貼りもね買おうかなということで、はい、こちらとこちらですね。はい。両方とももう一台買うという感じになりました。まあ僕個人的にはね結構好きな車種なので、はい、まあいいかなという感じですね。で、キャンペーンがありまして、3台でね、まず 20% オフだったのと、それからね、1100円以上ですかね、はい、購入すると1台プレゼントという、まあ、トイザラスのね、キャンペーンがありましたので、こちらがね、もらえました。はい。まあ、これ、一回ホームセンターでね、見てね、スルーしたんですよね。はい。まあ、いいかなと思って、スルーし、まあ、過去にね、スルーしたやつだったんですけども、まあ、ただでもらえるなら、という感じで、はい、まあ、良かったかなと、持ってなかったんでね、はい、まあ、良かったかなというふうに。思います。はい。で、あとねハッピーセット、同日行ったんですけども、なかなかねシークレットの黒金の GTR はねもらえませんでした。結構何回も行ったんですけども、結果的にはね買えずともらえずということで、ネットの方でね購入する形になりました。デリカがね4つぐらい溜まっちゃったんですかね。はい。GTR も3つぐらい溜まっちゃってまして、まあそのねダブったものをどうするかちょっと考え中ですね。まあ、ネットで売ってももう本当に二足三門だと思うので、まあ、かなり悩んでます。はい。ということで、まあ一応ね、コンプという感じで、
第1弾のものも含めてね、全部ハッピーセットはコンプしたという感じになります。はい、まあもうね遅れて需要ないと思うんですけども、一応ね、後々動画にはしたいと思っております。はい、続いてはヤマダ電機の方に行ったんですけれども、まあレゴのねやつはなくという感じで、こちらのねインプが余ってました。まあこれは単品販売で結構もう余ったやつだと思うんですけども、まあ一応ねそれでもMカードでしたけどね。はい、まあこれずっとスルーしてまして、まあファーストカラー持ってたのでブルーのやつ持ってたんでまあいいかなと思って結構ずっとスルーしてたんですけども、ヤマダ電機の方でねまあ余ってましたんで買っちゃいましたという感じですね。はい、で、同じ日に、ワッツにも行ってきました。それで買ってきたワッツね、100円ショップ、先ほどの100円ショップですけども、こちらまあレゴっぽいねブロックがあったので、まあ、これもね何種類か種類があったんですけども、このミリタリーというね、軍隊っぽい感じのものを買ってきました。まあ、他にもね結構種類があるみたいなんですけども、はい、こちらですね。まあ、実際これレモンね企画に合うかどうかちょっと分かんないんですけども、ちょっと試してみたいなと思ってね、100円でしたね。はい、続いては2日ですね、イオンの方に行きまして、まあこれもねトイザラスとかで吊るしてたんですけども、はい、こちらを買いました。ポルシェですね、両方ともポルシェですけども、はい、まあこれもねいいかなと思ってたんですけどね、英語カードになってます。このね2種類をイオンの方で買ってきました。続いてなんですけども、ビッグね、イオン系のビッグに行ったんですけども、マジョレットをね買ってきました。まずはこちらのウルスですね、ランボルギニウルスの黒です。まあ、これは欲しかったので、はい、ゲットできてよかったかなと思います。あとですね、まあ、ちょっとね面白いものがあったんですけれども、こちらですね、はい、トゥクトゥクなんですけども、まあ、僕これ持ってたんですけどね、ちょっとあれと思ったのが、はい、これ持ってたこのトゥクトゥクなんですけど、上の方にルーフの方にねタクシーという文字がこっちはあると思うんですけど、こっちないんですよね。はい、ということでエラー品になってたので、ちょっとね2個目を購入する形になりました。タクシーの、ね、文字がこちらないというものになります。まあ、ちょっとね珍しいかなということで、はい、2個目をね購入してきました。続いては、おじの方からね、ミニカーコレクターのねおじがいるんですけども、まあ、ツイートでもねしたんですけども、こちらの3種類、まあ、もらえることになりました。はい、まあこれ僕自身がねゲットできなかったものになるんですけども、特にねこのレゴのやつ、あとこの赤いトライアンフもね単品販売じゃなかったので結構レアになってまして、はい、この3種類をねもらえるという形になって、はい、まあ、よかったかなと思います。はい、続いて6日ですね、マックスバリーの方に行ってきまして、こちらのマジョレットねベントレーを購入してきました。はい、まあ、カラーリングがねシルバーと黒でなかなかかっこいいので欲しかったんですけども、まあ、ちょっとね残念なのがこの、クリアパーツですね、2頭になっちゃってます。まあ、丸目4頭のね、車なんですけども、2頭部分だけがクリアパーツっていうのはちょっとね残念かなと思うんですけども、まあ、それ以外はね結構出来がいいんじゃないかなと思うので変えてよかったかなというふうに思います。はい、で同日6日にですねビレバンの方に行きまして、はい、まあ、変えてなかったこれがあったので購入してきました。マツダ RX3 ですね。はい、まあ、ビレッジヴァンガードの方でも単品販売が入ったということで、まあ、ちょっとねびっくりしたんですけども、はい、まあ、でなお高めですけどね、はい、変えて、まあ、よかったかなというふうに思います。続いて7日なんですけれども、少し離れたおもちゃ屋さんの方に行きましたらば、ちょっとね面白いものがありまして、こちらですね、はい、ダイヤペットのハトバス72分の1ということで、まあ、80分の1のねフェイスブルーバスの方ではねハトバス、あって、今でもねトイザラス売ってたりすると思うんですけども、こちらねダイヤペットでも出てたということで、ネットでね調べると絶版だった
みたいなんで、はい、なかなか面白いものをゲットできたかなというふうに思います。続いてなんですけども、同じ日ですね、コープに行きました。盛況に行ったんですけども、そしたらね、こちらがありました。フォード GT40 ですね。これはまあ、発売日にね、変えていたんですけれども、まあ、やはりね、何気なく入ったところにあると、ちょっと買っちゃうというところがありまして、はい、2台目の購入となりました。はい、続いて9日になるんですけれども、車で1時間ぐらいかな離れてる場所にある、おもちゃ屋さんなんですけども、そちらの方でね、ホットウィルが売ってたんですけれども、こちらですね、はい、まあ、ちょっとねおもちゃ屋さんの名前があるので隠してるんですけれども、欲しかったこのねスモールブロックですとかオートトランジットねですとか、ありましたのでちょっと買ってしまいました。まあ、このね謎者もね、なんだかんだで、なぜか買ってしまったんですけども、おじにねもらえる、ものだったものがね、なんとそのおもちゃ屋さんにあったということで、ちょっと複雑な感じではあったんですけど、まあでもね、何台あってもいいなというふうに思いますので、はい、買えてよかったかなというふうに思います。でその町のねイオン、まあ普段行かないイオンなんですけども、そちらに行ったらば、まあ、このね4台がありましたね。はい、またねこれかよみたいな感じなんですけど、このねおじさんが書かれたこのフォードトランジット好きなんですよね。はい、見つけちゃうとね、見つけると買っちゃうっていう感じで、はい、で、まあ、こちらに関しても、以前ねローソンで、買ったんですけれども、まあ、ちょっとねやっぱあると買っちゃうって感じで、まあ、特にこの人形がですね、はい、半沢さんみたいでなかなかいいですし、まあ、このカートもねかっこいいので、まあさすがにもう買わないですけどね、はい、ちょっと買ってしまったという感じになります。はい、で、まあ、同じくねそのイオンで、もう一つね、マジョレット購入してきました。こちらですね、はい、まあ、これもねもうすでに持ってるものなんですけども、まあ、やっぱりゴールドのハイエースかっこいいなという感じで買ってしまいました。はい、で続いてね、まあこれもね普段行かないワッツにまたね行ってきました。そしたら、まあ、なかなか面白そうなものがあったんで、はい、買ってきたんですけど、こちらですね。はい、まあ、3つ買ったんですけども、そのうち2つはね、同じ種類になります。はい、まあ、あんまり見ないですよね。これ100円ショップでも見ないんですけども、消防車ですかね。レスキュー編ということで、まあ、レスキューの車だと思うんですけど、はい。まあ、そうですね、スケール的にも、そんなに違和感のない。スケールで、うん、まあ、なかなかいいかなと。まあ、クオリティはですね100円ショップクオリティなんですけども、はい、なかなか面白いかなということで2つほどね購入してきたのと、あとねもう一つなんですけど、こちらのねタンクローリーですね、安全第一、ジョブトラックという、まあ、シリーズなんですかね。まあ、結構いろいろ種類があるっぽいんですけど、色とかねバリエーションがあるっぽいんですけども、その中でこれだけがねあったので買ってきました。はい、まあ、なかなかねホイールとか出来がいいなっていう感じはあったんですけど、買ってから気づいたんですけど、ね、これはちょっとねスケール的に大きいんですよね。はい、ちょっと大きめすぎたかなということで、まあ、若干後悔はしたんですけども、まあ、100円ですからね。ということで、まあ、この3種類のものをワッツでねまた買ってきました。続いてですね、11日にですね、届いたんですけれども、こちらのね、越野完売のロゴが入ったナスカーの64分の1のね、ミニカー、こちらが、届いてました。まあ、値段はね、このぐらいの値段で、プラス送料だったんで、まあ、ちょっとね、お高めではあったんですけれども、はい、これまだ買えるみたいですね。はい、こちらね、カムリー。まあ、このね、漢字が、スポンサーロゴで入ったのが、初めてということで、まあ、そういったね記念すべき車ということもあったので、購入しました。まあ、ナスカーはねミニカーとしてはほぼ持ってなかったので、はい、まあ、この機会にね、ゲットできてよかったかなというふうに思います。はい、続いてですね、5月15日、トミカの発売日だったかと思います。で、まあ、僕はですね結構ちょっと遅く行っちゃったんですよね。また、先月もね、初回特別買えなかったんですけども、
まあ、今回も、45分後ぐらいかなに行ったらですね、見事にありませんでした。ちょっとね、初回特別、油断してね買えないことがちょっと最近多いんですけれども、まあ手ぶらでというのもね難だったので、これね、43分の1でブラーゴのねフェラーリ、だったんですけども、これ100円だったかな、98円だったか、まあ、そのぐらいの値段でもう投げ売りされてましたので、はい、プラス1だったんですけど、購入しました、はい、あとは、まあ、ちょっとねマッチボックスの、入荷もあったんですけども、ベントレーね、まあ、一応買おうかなということで、まあ、後々ね、購入する予定ではあるんですけれども、やっぱりベントレーね、丸目4頭なので、担保がね、ずれてることがミニカーあるあるでね、まあ、多いと思うんで、一応ね、1台、まあ、そこそこ良さそうなものを購入したという感じになりました。はい、で、まあ、初回がね、買えなくて、まあ、一か八かですね。まあ、ほとんどあることはないんですけども、まあ、地元の他の別のね、おもちゃ屋さんに行ったら、なんと、こちらがありましたね。はい。初回がね、ついて、なんでね、売り切れなかったかというと、こちらセット売りだったんですよね。はい。まあ、初めて見たんですけど、これセットで900円という売り方でしたね。はい。なので、まあ、ラス1だったんですけども、まあ、一応ね、残ってたのかなというふうに思います。まあ、このね通常版トイザラスの方で買ってなかったんで、はい、ゲットできてよかったなというふうに思います。まあ、これからはね、ホットイールだけじゃなくてトミカもね並ばないといけないなというふうに改めて思いました。はい、で、まあ、後々ねこちらも買いました。はい、NV400 の EV99 車ですね。はい、これで、トミカはね一応なんとか購入することができました。で、まあ一応ですね、まあ、その後、まあ、後日談ですけども、こちらね先月買えなかった初回と、それからね、トイザラスの方で盗難防止用シールがねべったり貼ってあったこのねスカイラインも、後々にネットで購入という感じで、はい、まあなんとかねゲットしました。まあ、地元のトイザラスは本当にここにべったりねついてるんで、もう買う気になれないんですけども、はい、まあ、今回はちょっとネットで購入しました。まあ、今後のねトイザラス限定もどうしようか悩んでますね。はい、まあ、今回はすごく人気だったんで、まあ、別のトイザラスに行く間もなくね、まあ、完売という感じで、まあ、やむを得ずねネットで購入したんですけども、ちょっと今後のトイザラス限定のトミカどうしようか迷ってるところではありますけどね。はい、まあ、とりあえず、この2台ネットで購入しました。続いては22日、チームトランスポートの発売日ということで、はい、まあ、こちらの、ね、4種類を無事購入してきました。まあ、そこまで人気ではなかったかもしれないんですけども、やはりトイザラスの方ではね本当に1箱2箱みたいな感じだったかなというふうに思います。これだけがね1個余ってるっていう感じでしたね。まあ、なので、まあ、一応ね全部欲しいかなとは思ってたのでイオンの方でね購入しました。まあ、今後は正直ねサイドライン系というかねこういうプレミアムラインも含めて本当に入荷がトイザラスはないので、まあ、今後はイオンで買おうかなというふうに思ってます。まあ、ただね、そのホットイールのね取り扱っているイオンが、まあ、結構遠いんですよね。はい、なのでちょっと今までは避けていたんですけれども、まあ、今後はねイオンの方で購入していこうかなというふうに思っております。はい、こちらですね。まあ今回ねイオン限定のトミカもありましたので、はい、ついでではあったんですけれども、はい、こちらの4種類ですね、はい、購入してきました。で、今言ったねこちらイオン限定のホンダシビックタイプ R マレーシア警察仕様も購入してきました。はい、で、まあ、ホットイールなんですけども、イオンの方でね、まあ、結構前からやってたと思うんですけど、5台で250円というね、キャンペーンと、まあ、ショッパーがもらえるという、ものがあったんですけども、まあ、もうね、乗り遅れてまして、5台買うものもね、かなりなくて、ちょっとかなり、まあ、別にね、無理して買うこともないんですけど、はい、まあ、5台はね、こちら買ってきました。もう、かなりのね、不人気車だと思うんですけど。まあ、僕はですね結構これ何台も実は持ってるんですけど、なんか使えそうじゃないですか。なんか上に乗っけてね、
まあ、遊ぶにしても、まあ、撮影するにしてもね、結構使えそうだなと思って、これは結構実は持ってるんですよね、はい。まあ、色もね赤好きということで、はい、こちら2つと、まあ、在庫整理ですけどね、はい。でこれもね、ジャガー F タイプなんですけど、これ非常に興味深いのがですね、見えるかちょっと分かんないんですけど、まあ、これが通常ですよね、はい、なんですけど、このグリルを見ていただくと分かるんですけど、なんかおかしいですよね、はい。まあ、グラデーションのようにこのグリルがおかしくなっているという、こういうエラー品は正直見たことがないので、まあ、珍しいなということで、ネタも兼ねてねちょっと買ってきました、はい。通常版で徐々にこのグリルが開いていくみたいな、はい、まあ、ちょっと不思議な感じで、まあ、ネタということで、ね、購入しました、はい。で、5台買ったのでね、一応、まあ、ショッパーもね、これも正直ね何個かあるんですけども、はい、これももらってきました、はい。同日ですね、コープに行ったんですけども、そしたらですね、まともにこんな感じで、なんで買うんだって感じですけど、プレリュードねあったのと、まあ、それからねこのビッグエアベルエア2代目ですけど、まあ、一応購入してきました。まあ、これはね、まあ、それこそ改造にも使えるんでね、プレリュードが今後たくさん手に入るってこともあんまりなさそう、まあ、あるのかなわかんないんですけど、はい。まあ、このチャンスの機会ということで、まあ、改造とかもねするかもしれないんで、まあ、それなりに買ってもいいかなという感じで、はい、購入しました。まあ、一応これは単品販売じゃないですね、はい。でトイザラスもねちょっと寄ったんですけども、はい、こちらがありましたので買ってきました。86のスプリンタートレーナーのねパンダカラーなんですけど、これ当日も含めてねスルーしてたんですよね。まあ、ファーストカラーが手に入ってたので、まあいいかなということで、まあ割とスルーしてたんですけど、まあ単品販売でね、売られてましたんで、まあぶら下がってたらちょっとね誘惑に負けちゃうという感じで、はい。まあかっこいいんでね、購入という感じになりました。続いては、23日ですね、バースデーに2店舗行ってきました、はい。まず1店舗目がこちらの4台ですね、はい。まあこれはちょっともうね語ることがないんですけど、はい。RX3 はカード張りですね、単品販売じゃないものがありましたので2代目ですけどね購入しました。でなんとねトレジャーハントがハマってましたのでゲットしてきました。で2店舗目ですね、はい。こちらももう既視感のあるねラインナップ買ってますけども、まあ、これもね語ることはもうないかなという感じなんですけど、はい、こちらですねトレジャーハント2つ目です。まあ、これこのバイクはですね個人的に結構好きで、まあ、色もね今回紫でトレジャーハントということで、あの1台は絶対欲しかったんですけど、はい、2台変えてよかったかなと思います。まあ、これこのバイクもねあの4カラーぐらい実は買ってましてね過去にね、不人気なんですけど全然人気がないんで、はい、まあ、買えるんですけども、うん、結構好きだったりします、はい。なのでトレジャーハントでね2台買えてよかったかなと思います。でこれもね、2台目になるんですけども、まあ、結構かっこいいですよねこのカラーね。発売日当日ちゃんとねしっかり変えて、まあ、1台でいいかなと思っててスルーもしてたんですけど、まあ、改めてね、バースデーであると買ってしまうという感じですね。でこちらMX5 ミアータもありました。まあ、これもね発売日当日実はスルーしてまして、はい。まあこれもねバースデーで見ると買ってしまうというホテルあるあるという感じですね。はい、で、同日島村の方にも行きまして、まあこれもね、まあ、だいぶずっとスルーしてたんですけども、まあ値段が値段なだけにね、それでもスルーしてたんですけど、まあ2台目いいかなとねいうことで。できました、NSX ですね、はい。まあ、シルビアとかねインプとかもありますけど、まあ、それはさすがにいいかなという感じで、はい、こちらね1台だけ購入してきました。で続いて28日ですね、トイザラスの方に、ちょっとね行きました。というのも、スピードシティっていうねシリーズ、まあ、ファストレーンのね、後継だと思うんですけれども、スピードシティでウェリーがね売ってるっていうことで、まあ、ちょっとね覗いてみたんですけれども、残念ながらね地元のトイザラスではまだ、
入荷がありませんでした。ただね、こちらが入ってました。マジョレットの、モンスタートラックっぽい感じのやつですね。おそらく全5種だと思うんですけども、このシティロッカーズというね、はい、モンスタートラック仕様の、ミニカーが発売しておりまして、まあ、一応ね一つタクシーのビートルですね、購入してきました。まあ、このねホイールが紫でちょっとかっこいいなと思ったんで、はい、この一車種のみですけどもね、はい、まあ、今後ちょっと他買うかどうかわかんないんですけれども、一応一つ購入という感じでしたね。はい、まあ、いずれねちょっとウェディが入ったら、買っていきたいなと思っております。はい、で、ラストですね、29日、はい、5月の29日は、ホットウィルのドイツランドデザインというねアソートな発売日だったかと思うんですけれども、はい、無事、5種類ですね全部購入しました。はい、まあ結構これ入荷多かったんですかね。はい、僕はイオンで購入してきたんですけれども、その後ねちょっとトイザラスの覗いたら結構入ってたっぽいですね。はい、これ単品販売だったかと思うんですけども、はい、もう結構イオンでも相当数が入ってましたね。まあ、一番人気はこちら、ね、だと思うんですけど、これも結構皆さん買えたんじゃないかなというふうに思います。で、同日マックスバリューに行ってまたもやこれを、ね、買うというちょっとね病気かもしれないですけど、はい、一応買ってきました。はい、ということで以上ですね。はい、はい、ということで、以上ね4月の中頃から5月いっぱいにかけて、買ってきたものを紹介してきました。メインはねこちらの5月に発売されたホットウィールだったわけなんですけども、はい、楽しんでいただけたでしょうか。今後もですねこういった、購入品紹介の動画を上げていきたいと思いますし、6月のねホットウィールの購入品紹介はね、なるべく早くやっていきたいなと思ってますので、そちらもね、よろしければご覧ください。ということでチャンネル登録や高評価等よろしくお願いいたします。ではまた。